はい、はい、ということですね、はい、バンダイのエンターテインメントでフューア冒険アイズオブヘブンのプロデューサーを務めております、ニーロと申します。そしてはい、ゲーム開発を行っておりますサイバーコネクト2代の松山でございます。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、ついにですね、フューア冒険アイズオブヘブン、欧米版が発売となりました。はい、さあ、北米6月の28日、欧州7月の1日に発売となっておりますの、うん、今回ですね、うん、原作者の荒木裕子先生が、ご協力いただきました、壮大な、ね、ストーリーモードというのが入ってございます。第10から第80までのジョジョの、ね、主人公はもちろん、そのライバルたちというのも続々登場して魂の奪い合いをするというね、そんなストーリーを見ることができますよ。うん、そして、はい、バトルなんですけども、はい、ただの対戦アクションじゃないんですね、本作は2対2のタッグアクションっていうね、はい、今までに、誰もね、はい、多分体験したことがない新しいタイプのバトルになってます、はい、しかも格闘ゲームじゃないですね、うん、2対2で戦うんですけども、ステージが、立体的にね、高低差がちゃんとあって、うん、中にたくさんのギミックがあってですね、はい、実にこう戦略的な、駆け引きがね、できる、はい、バトルになっております。はい、ぜひ乗り遅れるなと思ってください。はい、はい、海外版の特典に関してなんですけどね、うん、国内ではね、第4部ゾウタロウであったりとか、カスタムボイス、フォーナイトダウンロードミッションとね、詰めさせていただいて、まあ、紹介特典とかね、紹介特典でしたね、いただいたんですけども、はい、海外の方ですね、プレイステーションネットワークにアクセスしていただければ、これらの特典がいつでもダウンロードできるようになっておりますので、うん、ぜひぜひ忘れずにネットワークの方にもね、アクセスしてみてくださいということになっております。そして、はい、もう一つ、体験版が、配信中でございます。はい、ストーリーの冒頭部分でね、第1章が丸ごとストーリーの体験とバトルも含めて遊べる内容になってます。はい、しかも、はい、このね、体験版遊んでいただけると、製品版にねこういいことが、来ます。あの、はい、1万ポイントね、もらえますんで、うん、ゲームの中でそのポイントを使ってね、はい、コスチュームや擬音やセリフ、そういったものをね交換できるんですけども、人よりも先に、そのものをゲットできますので、ぜひ体験版遊んでみてください。はい、まあね、はい、体験版なんですけどね、なんと培ったサイバーコネクト2さんのね、演出力っていうのをね、うん、それぞれふんだんに発揮していただいてるのを見ることができるようになってますのでね、そういった意味でもぜひぜひ注目でございます。うん、さあ、ということですね、本当にあの、お世話の皆さん、お待たせいたしました。うん、皆さん、そうですね、サイバーコネクト2さんと一緒にですね、長い間このゲームタイトルを作ってきました、心を込めて作ってきております。ぜひですね、ジョジョの冒険、遊んでみていただければと思います。はい、はい、まあ、そしてですね、例えば、まあ、我々が、開発を行ってきております、ナルト、ナルトなんかもね、今でこそ世界中でたくさんの人たちに応援いただいて楽しんでいただいてますけども、はい、15年前は、ナルトもね、まあほとんどの方が知らない状態というのはもちろんありました。はい、で、ジョジョに関してはまさにこれからでございます。我々がね、今まで培ってきた、ノウハウっていうものをね、たくさん、出てますんで、これから始まるこのジョジョの奇妙な冒険、皆さんぜひね、乗り遅れることなく、ここから始めてほしいなと思います。はい、はい、じゃあ皆さん、ジョジョの冒険買ってね。アリーベデルシ。